こんなに綺麗な世界は。どうも伊藤貸太郎と申します。8月の2日ですね、生放送の角川アニメサンクスパーティーに出演させていただきます。ありがとうございます。おそらくなんですけれども、初めてお会いする方がすごく多くてですね、歌もあと何かこうちょっとお話ができたりとか、楽しみだなと思っておりますので、頑張りたいと思います。そこでは僕はテレビアニメデカダンスのエンディングテーマの記憶の箱舟を必ず歌いますし、もしかしたら僕も歌うかもしれない。よろしくお願いします。伊藤貸太郎でした。